ザ・ローリング・ウエスタンは、ニンテンドーより2012年2月22日に配信開始された、ニンテンドー 3DS 用ゲームソフト。本校では2013年4月10日に配信開始された、続編、ザ・ローリング・ウエスタン最後の用心棒及び2018年4月26日に、発売のキャラクターや世界観、ゲームシステムを引き継いだ、第3作。 ザ・デッド・ヒート・ブレーカーズについても記載している。西部劇のような舞台で、アルマジロの主人公であるジロを操作し、村を襲ってくるモンスターから家畜を守る、タワーディフェンス系アクションゲーム。続編である、最後の妖人坊はすれ違い通信に対応し、仲間になる三人の妖人坊やモンスターから列車を守る要素が追加されている。ゲームは準備パートと襲撃パートに分かれており、 準備パートではフィールドを転がって駆け巡りアイテムを集める。集めたゅう像でゅうを増やしたり、鉱石で村の扉や線路を修理したり、宝石を売っていた資金で各地のガンタワーの建設や武器の設置をしたりして敵の襲撃に備える。襲撃パートでは村や列車に向けて進撃する敵に接触し、アクションバトルを展開する。 バトル中でも他の敵の進撃は続き、一人では、裁ききれない数量のため、迅速な勝利と移動、設置した、ガンタワーや、用心棒との連携が重要となる非常に、戦略性とアクション性の高いゲームである。舞台は灼熱の太陽と吹き荒れる砂塵の西部、時代は開拓民たちの血と汗で綴られた、開拓時代。開拓民は、 万獣草と呼ばれる草によって簡単に増殖できる万獣、ま、と呼ばれる家畜を名産物としてつましくもたくましく生活していた。平和だった村の生活は突如姿を現した謎の岩石生命体によって失われることとなる。岩石生命体は防御手段を持たない万獣、ま、を丸飲みにし村は糧を失い存亡の危機を迎えた。開拓の蝶は最後の望みである。 用人坊に連絡を取った。裏町と呼ばれるアウトロー集団の溜まり場で赤い先行の二つ名で呼ばれる無口な用人坊の青年、二郎。そしてその相棒、リスス。岩石生命体との戦いは東へと続いていく。東の果てでの最後の戦いから一年。報酬を故郷の村に届け、しばらく平穏な時を過ごしていた二郎たちであったが、 馴染まぬ生活に見切りをつけ再び村町へ姿を消していた。その頃、滅ぼしたはずの岩石生命体が再び現れ今度は、ゅうだけでなく、村をつなぐ大陸横断鉄道までもが標的にされ、物資が届かなくなった開拓駅は壊滅の危機に瀕していた。開拓の長は再び二郎たちを呼び寄せ、西へ向かう列車と各開拓駅の防衛を依頼する。 ザローリングエスタン最後の用心棒に関するカテゴリー、ありがとうございます。